いねちゃん、ミーナ隊長からみんなに話があるって聞いたけど、何かな？うん、私も詳しいことはわからないけど、きっと大切なことだと思うよ。そっか、一体なんだろう。よーしか！ああ！その声は、ルッキーニちゃん？ヨシカは相変わらずだよな。ルッキーニちゃん、どこ触ってるの？ほんと、ヨシカってば可愛いんだから。ほらほら、もういたずらはやめてよ。おい、ルッキーニ、そろそろやめないとすぐにミーナ中佐たちがやってくるぞ。もう少しだけ。まったく、いつもいつもあなたたちがいるだけで騒がしい状況にはこと欠きません。なんですの？私の胸に何かついてまして。ぺたんこ。あなたって人は突然なんてことを言いますの？失礼ですわね。はーい、ペリーヌのぺたんこ胸。私だってミヤフジさんよりはありますわよ。どんぐりの胸比べが。あなた自分のことを棚に上げて自分の胸に手を当ててよく考えてみてはどうですの、ルッキーニさん。私も大人になったらシャーリーやリーネみたいに大きくなるんだもん。ローマは一日にしてならずって言うでしょ。私だって立派なレディになればきっともっと大きくなりますわよ。いや、ペリーヌにはもう無理なんじゃない？キシシシ。今日という今日はあなたにレディの礼儀というものをしっかりと教えて差し上げますわ。あ、そんな堅苦しいのやだよ。ほんとペリーヌさんとルッキーヌちゃんって仲がいいよね。そうなのかな。あらあら、ずいぶんと楽しそうね。私にもそのレディの礼儀とやらを教えてもらえるかしら。あら、よろしいですわ。ガリア貴族としての礼儀作法を一から丁寧に。うわあ、ミーナ中佐と少佐。こんな時は大人のレディとしてどういう風に立ち居振る舞えばよろしいのかしら、ペリーヌさん。いや、それは。さあ、それじゃあ二人とも早く。たるんどるぞ二人とも。はい、申し訳ありません。ごめんなさい。さて、みんな揃っているわね。今日まず先日襲来してきたネウロイについて判明したことから話します。あのネウロイはガリアに残っていた残存勢力が最後の犯行に出たものです。私たちがネウロイを撃退したことにより、司令部はガリアがネウロイの手から完全解放されたものと判断しました。え、それってつまりどういうことでしょうか。ああ、言葉通りもうガリアにネウロイは一匹も残っていないということだ。私のかけがえのない故郷ガリ。え、そうよ。よかったわね、ペリーヌさん。よかったね、ペリーヌさん。本当にガリアを取り戻せましたのね。嬉しいですわ。よかったな、ペリーヌ。ありがとうございます、少佐。よかったペリーヌ。おめでとうね。おめでとうございます。
そう、ハルさん。ありがとう。私、頑張りますわ。みんな、まだ話は終わっていないわ。ガリアを拠点としていたネウロイの巣は、私たちの手によって消滅しました。つまり、このブリタニアにとって脅威を及ぼしていたネウロイもいなくなったことになります。それに伴って、私たち第501統合戦闘航空団、ストライクウィッチーズを解散することが司令部から正式に通達されました。いよいよか。まあしょうがないよね。寂しくなりますね。それと黙っていてすまなかったが、今回天城が来たこともこれに関係している。少佐、天城は一体何しに来たのさ。この度の天城の任務は、我々が使用している機材を回収し、ロマーニャに向かう第504統合戦闘航空団へ移送するものだ。なるほど、そういうことか。というわけだ。各自は原隊に復帰、一部の者は除隊扱いとなるが、正式な辞令が来るまではしばらく時間があるだろう。それまでは各自この戦いの疲れをしっかり癒してくれ。では解散。ちゃんはこれからどうするの？やっぱりロンドンに戻っちゃうんだよね。うん、聞いて、ヨシカちゃん。どうしたの、リーネちゃん。私、ベリーヌさんと一緒にガリアに行ってみようと思うの。え？そうなんだ。でも、どうして？うん、ベリーヌさんの気持ち私もわかるの。だから一緒に行きたい。私にもできることがあるなら一緒に頑張ってみたいと思ったの。そうなんだ。リーネちゃんらしいね。ううん、私がこう思えるようになれたのもヨシカちゃんのおかげだよ。え、私？そうだよ。私はヨシカちゃんと出会ってからずっと見ていたもの。バルクホルン隊員や坂本少佐の時だって治癒魔法で二人を救ったじゃない。私、ヨシカちゃんがみんなを守りたいっていう強い気持ちと行動に感動したの。だから私もって。そうだったんだ。私もね、ここに来たばっかりの頃、うまくやっていけるかどうかちょっぴり不安だったんだ。でもリーネちゃんと一緒にネウロイと戦って友達になれて本当に嬉しかったんだよ。ありがとう、リーネちゃん。うん、私こそありがとう、ヨシカちゃん。ヨシカちゃんはこれからどうするの？私は坂本さんと一緒に不当に戻ることになると思う。そうだよね。私、いつの日かリーネちゃんに会いに行くよ。私もヨシカちゃんに会いに行くから。今度会えた時はまた二人でいっぱいいっぱい遊ぼうね。うん、そうだね。楽しみにしてるから。あ、そうだ。離れ離れになってもまた私たちが会えるようにおまじないしようよ。え？おまじないって何？それじゃあ、はい、小指出して、リーネちゃん。それじゃあ行くよ。私と一緒に声を出してね。うん。指切り幻漫。指切り幻漫。う
嘘ついたら針千本のます。嘘ついたら針千本のます。指切った、指切った。これでいいの、ヨシカちゃん？うん、これで大丈夫。私とリーネちゃん絶対にまた会えるから心配しなくていいよ。本当？よかった。わー、海風が気持ちいいね、リーネちゃん。うん、この潮の香りなんだかホッとするね。あれ、あそこにみんな集まってるの？本当だ。坂本さんが館長さんにお願いしてくれて、結局みんな天城に乗せてってもらうことになったみたい。私たちも行こう、ヨシカちゃん。あ、行こう。宮藤とリーネか。みんなでここに集まって一体何をしてるんですか？ウィッチーズが解散した後どうするかって話してたんだよ。短い間だったが力を合わせてやってきたんだ。気にかけないほど私は無粋ではない。トゥルーではこう見えて心配性だからさ、離れ離れになるみんなのことが心配でたまらないんだよ。何を言う、ハルトマン。私はそんなこと。ん？照れなくてもいいじゃん、トゥルーね。まったく、お前というやつは。宮藤は少佐と一緒にこの天城に乗って木曽まで帰るんだな。はい、そうです。帰ってからはうちの診療所の手伝いをするつもりです。そうか、私もお前の治癒魔法でこの命を助けてもらったからな。その素晴らしい力で多くの人たちを救ってやってくれ。はい、ありがとうございます、バルコールンさん。ところで皆さんはこれからどうするんですか？私はもちろんガリアで降ろしてもらいますわ。私もペリーヌさんと一緒にガリアに連れて行ってくれませんか？え？あなたがどうしてガリアに？私はずっとブリタニアをみんなを守りたいと思って頑張ってきました。ブリタニアからネウロイの脅威がなくなった今、ブリタニアの優秀なウィッチが前線に出られるようになりました。私が戦わなくてももう大丈夫です。これからはリネットビショップとしてできることをしていきたいんです。私でよければペリーヌさんと一緒にガリア復興のお手伝いをさせてもらえませんか？ありがとう、リーヌさん。私こそよろしくお願いいたしますわ。私とシャーリーは一緒にロマーニャまで行くんだ。私はそれからどうしようかな。おい、リビリオンから帰還命令が来ているんじゃないのか？ん？ああ、私のとこはまだ何も来てなかったような。どうだ、信じられん。そんなだらしない命令伝達はカールスラント軍ではありえない。リビリオンは大丈夫なのか？まあなるようになるさ。それまではロマーニャでゆっくりしてるよ。私はエイラと一緒にガリアからスウムスへ行くことにしたの。そうなんだ。スウムスってすごく寒いところなんだよね。いつか行ってみたいな。待った、サーニャ、私がいれば大丈夫なんだ。宮藤はクソでゆっくりしていろよ。ヨシカちゃん、
またどこかで、きっと会えるよね。うん、また会おうね、サーニャちゃん。サーニャ。私とハルトマン、そしてミーナ中佐の3人はひとまずガリアで降りることになっている。とりあえずガリアに駐屯して、司令部からの指示待ちってとこかな。ストレクウィッチズ、直ちにガンルームまで集合してください。繰り返します。ストレクウィッチズ、直ちにガンルームまで集合してください。なんだ、一体どうしたというんだ。言ってるそばからこれだ。どんな状況においても全力で任務を遂行するのがカールスラント軍人の務めだ。遅れるな、ハルトマン。ほーい。私たちも行こう、ヨシカちゃん。うん。よし、みんな集まったようだな。みんな聞いて、先ほど総司令部からこの天城への作戦参加要請がありました。作戦内容はガリアとカールスラントの国境線付近に出現した大型地上ネウロイの排除です。ネウロイはガリアからいなくなったのではありませんこと？そうね。でも国境を越えたカールスラントにはまだネウロイの巣が存在しているわ。連合軍の防衛体制が整う前に新たなネウロイがガリアに向かってくる可能性もあるの。そうなれば元の木阿弥よ。そこで一番近くにいて体制の整っている部隊、つまり我々に指令が下ったということだ。幸いみんなの装備も天城に積み込んでいるし、運用設備もある。作戦行動に問題はない。解散の知らせを伝えたばかりで本当に申し訳ないのだけれど、ネウロイを倒せるウィッチは今私たちしかいないんですよね。うん、いい返事だ、ニャフジ。もう二度とガリアに近づけさせるもんですか。この私の手で守ってみせますわ。ペリーヌさん、私も手伝います。私も頑張ります。みんなも同じだな。はい、はい、よし、我らウィッチーズはガリア・カールスラント国境線に出現した大型地上ネウロイの殲滅に向かう。停泊地までにはもう少し時間がかかるけれど、もしもの時のためにいつでも出られるようにしていてね。出撃前にはこのガンルームでブリーフィングを行うので速やかに集合してください。では解散。了解。はい、今作成の目標はガリア・カールスラント国境線を拠点としている大型地上ネウロイの殲滅です。マジの線に張り付いてるわけか。厄介だな。ねね、マジの線って。あら、そんなことも知らないんですの。まったく、これだからロマーニュの田舎者は困りますわね。マジの線とは我がガリアが誇る無敵の対ネウロイ一大要塞戦ですわ。カールスランドとの国境線に位置する、まさに無敵、アリの子一匹通さない鉄壁の要塞ですわよ。でも空を飛ぶネウロイには無力だったじゃん。上を通られたら要塞の意味ないし。それだもん、地上の進行は随分と防いだんですのよ。そりゃあんな大きいのが空から来るなんてずるいですよ。だいたい要塞で守るなんて戦略が古いよ。なんですって。はいはい、そこまで。今回の作戦行動においては4体の編成とします。バルコホルン隊員、ハルトマン中尉と私の隊は西側から。了解。了解。チャーリーさん、ペリーヌさん、ルッキーニさんの隊は東側から。了解ですわ。了解。了解。そして
坂本少佐、リーネさん、宮藤さんの隊は北側から大型ネウロイを含むネウロイ本体への接近、三方から囲むように戦闘を展開していきます。了解だ。了解了解。サーニャさんとエイラさんは天城の直縁、もしもの時のためにこの天城の護衛をお願いするわね。了解了解。国境線沿いには多数の地上ネウロイが確認されているわ。各自十分気をつけて攻撃を行うように。ストライクウィッチーズ出撃します。了解。どうした、サーニャ。カールスラント方面から飛来したネウロイがそちらに急速接近しています。何か悪い予感がする。みんな気をつけろ。了解した。了解。違う、あの時ウォーロックは倒したはずだ。攻撃来ます。追う必要はない。今は目標の大型地上ネウロイを倒すことの方が先決だ。行くぞ。了解了解。少佐、聞こえますか？戦況を伝えて。ああ、私だ。今我々は目標の大型地上ネウロイに向かい飛行中だ。まもなく接触できるだろう。
そっちの戦況はどうなっている？ごめんなさい、私たちとペリーヌ隊は少し苦戦。まずはあなたたちで大型地上ネウロイに対し攻撃を先行してください。ああ、承知した。坂本さん、あそこです。得体の知れないネウロイだ、油断するなよ。よし、攻撃開始だ。了解。またあいつか、一体何を。あれを見てください、ウォーロックがネウロイと。何、合体しただと。気を抜くなよ、ビアフジ、リーネ。はい。怪我はないか。はい。よし、目標掃討完了。天城へ帰還する。了解。